どうも、てっしーです。そうしましたらガライの町、ガライの墓行きます。武器どうしましょうか。装備1348あるから鉄の盾を買いましょう。確かこれが結構後まで鉄の盾なんですよね。あら、あー来るといいと。どうし、じゃあもう革の盾売りましょうよ。はい。ていうか鋼の剣買えんな。いや、一旦これ装備して、鎖片びら、どうしよう。じゃあ片びらにしとくか。もうちょっとあれだけどね、片びらにしちゃいましょう。 OK。 お前鎖片びらってひらがなで売ってるのに喋るときは漢字なんだな逆だろうかっていうね、ちょっと細かいところ。328と、これで完璧ですね今のところ。まあ、完璧というか松明あって、銀の盾ごとか。まあ、松明1個使うから、まあいいか。ちょっともう一つ持っておきたいのよね。ちょ、キメラの翼をまさか売ることになるとはね。もう一つ上にありましたもんね。そこで取って、びっくりした。こいつ鍵また閉まってんのかと思っちゃったわ。これ確か上が松明ですよね。よし、これで薬草もバッチリ、鍵もまあ持ってると。よし行こう。まあいけるんじゃないかなと。でファミコンやった時にマップを作ったのがあったんですけど、ガライの町の、ガライの墓か、墓のマップはなかった。この南の洞窟のマップはあったけど、ガライはなかった。なんでないんだっていう。うわー怖いわー。うわーびっくりしたー。こんなんなかったっすよ。骸骨さんは大丈夫。よーし、会心の一撃、幸先がいいですね。まあちょっとしらみつぶしに行くしかないか。え、俺ファミコンの時墓これ取りに来たっけ。俺全然記憶にないんだけど、本当に。それとも結構簡単にスルーできたのかな。とりあえず今壁伝いに行ってるだけなんですけど、これ上戻ってきちゃってないと。戻ってきてはないから大丈夫か。ちょー、あーこれ急なんだ。あれ、あ、そっか、鎖片びらとね、鉄の盾効果で強くなってますね。いやこれは戻ってきちゃってるね多分。ちょっと待って、まずい、分かんなくなった。どうぞ。俺ドロンなんだけどさ、ちょっといいかい。テシー君、ちょっと来週の会議のことで聞きたいことがあるんだけど。これ来たとこっすよね。その会議なんだけどさ、あの、何時だっけ。ね、あーでも結構ゴリ押しでいけそうですね。これはギーラーがちょっと怖いぐらい。耐久その HP、MP、HP が残れば、お、勝ちですね。
攻撃も普通に効いてるんで、あの鉄のサソリみたいなガチガチのやつが来るともう怖いですもんね。よし、なぜギラを使わない、今日はそこを焦点に当てたいと思いますと。魔導士さん、あなたは魔法使いなのになぜギラを使わないんでしょうか。骸骨、ちょっとね、なんか思い浮かばなくて、結構 HP 楽だと思って、 HP あれば楽ですねって言った手前、結構長いなと思って、どうしようかと思ってたとこですね。よし、こりゃお金めっちゃ貯まるね。松明なくなる、なくなるで、これ。この一ターンが無駄っていうね。よしよしよし。これ、一回で終わるのかな？お！これは絶対ここじゃん。鍵最低一個はないと、入れませんよっちゅうことかな。まさか鍵は合わないっていうことはないでしょ。よし、こう水とかね、なんか言う、なんか本当に墓場っぽいっすよね。あのドロ、なんかぐちゃぐちゃしたのが嫌いなんですよ。水っていうかドロッとしたやつとか、そういうのになると一気にそのお化けっぽくなるのがあって、ベタってしたのが嫌い、粘着みたいな、垂れるろうそくとかね、そういうのがちょっと苦手かなと。下に行く階段がありと。昔の映画でチャイニーズゴーストストーリーっていう映画があって、まあホラーアクションなんですけれども、それがねちょっと怖かった、まあ、面白いんですけど、ストーリーとかもちょっと怖かったなって子供の時見たもので、おお、これ絶対ダミーっすよね。でその時に結構粘着系のドロッとした表現が多くて、変な骸骨っぽいやつがなんかドロドロしてて、うわ怖いなっていう記憶があって、そっから来てるのかもしれないです、もしかして。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖いちょっと待って、怖い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 、鉄のサソリ何気に出てたし。あ、絶対ここじゃん。うわ、ちゃー、どうなん、結構強い、ギラも使いやがる、一発一発、よし、おお、よしよし、おお、レミイラ来たー、怖いよー、覚えたけど怖い、これそうか、なんかあのトルネコの大冒険に似てるなって今思って、ドゥルルル、怖い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 、こんな長かった、マジで、すげえ怖い、これ下ですよね、上もあったけど、上とか行ったらちょっともうほんとやだよ、すげえ怖い、リレミト、リレミトがないから、めっちゃ長い、早く早く、くー、うわ、もうこいつのメイジが出てる。
わーやばいやばいやばい、うちゃ、ちょっと待て、落ち着け落ち着け、落ち着こう、薬草行こう。ぐっ、危ない、ちょっと待って待って待て、ホイミは先やってくる、倒す、この野郎、うれ、ちょっと3階が半端ない、ここ半端ない半端ない、ちょ最悪、本当に薬草が意外に回復しなかったっていうね、最悪本当に建てことだけ取って死ぬ、それが最善ですね。ちょ上、上なんか怪しい、うわー、よし、うわ怖い怖い、こう、こっちだろ、うわー、くっす、うわー、ちゃー、マムルさん、ちょっと待って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 、マムル待って、マムル、くー、ふー、こえー、こえー、こえーよー、あれ、なにこれ、あれ全然違うよこれ、ちょっと待って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 、え、ちょっと待って、じゃさっきのとこ上だな、そしたらこう左のとこでしょ、ちょやばいやばい、階層によってこんな違う、あれさっきのなんか青いやつ、うわー、とマジで無理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 、あれれれれれれれ、ちょっとおかしいっすよこれ、ほら、え、いけないいけない、ちょっと待ってよ、うおー、くそー、じゃあここ、そう、じゃあそこ階段入って左行くみたいな感じか、ちょっと、そうっすよね、ここ階段入って左になんか多分、わあ、ほらほら、なんかある、あーでもこいつになってよかったわ、一番下の階やばいわマジで、これが多分ここら辺に階段があるんだと思うんだけどな、お、ほらあった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 、リカントさんはもう大丈夫でしょ、臭い片びら、もう、うわー、でも結構結構だな、お、でも2発で倒せると、いやー、あれ？あ、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 あ？お？え、ちょ、え？いやいや、わからんぞマジで。ちょっとマジで。よし。ちょ、え？あ、あ、あ、あった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 。ここじゃない。絶対ここ。これ上でしょ、あ、え、さっきの青い、どう、あ、大丈夫かなこれ、よし、オッケー、ちょっとマジ銀、真ん中、おお、ヘルゴースト、
ふう。ちょっと待って待って。あの青い青い青と白の床。あった。絶対ここ。あった。やった。やった。なんと銀の盾ごとを見つけた。よし。いやいや、あるだろう。なんかもうちょっとガライここに眠るとか、なんでもいいから。これはもうないっすよね。ちょっと、さっさと逃げます。ちょっと待って、マジで。やめて、そういうの。うわっ!いくしゃ!魔法トーン。お前強い、強くなってる。なんで?いや、ちょっともう逃げよう。かなり長いっすよ、これ、もう。やばい。こっちっすよね。くっ。狩猟の騎士とかいいか。うわ、ちゃー !20! いやー。なんもないっすもんね、だって。これ使えんのかな?手に戻ってきた。切ない。で、これが、こっちでしたよね。ちょっともう、宝箱とか、知らん。もう知らんわ、マジで。うわぁ。うわっちゃー。まあ、もう、って感じで。で、こう来て、もう一回一応見てみる。薬草ないっすよね。もうゴールドは見ない。もう見ない。がっかりするから。で、こう下行って、左にぐるーって回ってきましたよね。よし!ラッキー。もうダメだったらもうあれですけどね。はい、あなたは死にました。まあ一番ね、まあガッてやってきそうなやつにやられたんで、まあ本望ですね。まあ、メーダロードとかにやられてもあんまり面白くないんでね。ふう。死んでしまうとは何事だ。死んで怒られるっていうね。もう一度機会を与えようと。傷を回復させるならぞ。いや、だったらダンジョンの中に宿屋作ってくださいよっていうね。まあでもこれで、まあここでいいっすね。ガライの墓。もちろん。手に入ったんでね。よし、これを持っていけばいいというこっちゃな。846。ああ、でもそんなに溜まってなかったですね。なんか3000ゴールドとか、すごいイメージ的に溜まってるかなって思ってたんで、鋼の鎧これで買えたなーみたいなね、こと思いたくなかったんで。ああ、で、あそこも開けられると。あ、で、鍵。鍵、開けて、ここで買いましょうよ。多分ね、80とかね、そんな感じで売ってたんですよね。わあ、安い。めっちゃ安い。こいつ鍵だけじゃなくてメッセージもコピーして転売してるわ。ああ、虹の橋の結構教えてくれますね。みんな同じこと。地下室を探している。ああ、太陽の石のとこっすよね。もう54とか減らないでしょ。7。大丈夫。ガライのお墓に集まった。暗闇の壁を押すがいい。ああ、なるほど。上のことっすね。もう、そこはもう抜けてきました。
いやでもダメでした。実質ダメでした。ダメでしたよ。ここもうちょっとね、もうちょっと4マスぐらいだったらよかったかもしれないですね。あんたも若いのに大変な旅をしているんだね。私にもこうしてあんたの無事を祈らせてもらうよと。勇者のため祈りましょう。光が、え、これ曲だけじゃない。あー体力全開した。おお、MP も全開してくれる。ありがたい。まあでもここね、入ってこなくてもあの人がいるから、そもそも MP 回復してくれるおっちゃんいるから、ファミコンの時から健在ですから。勇者なら盗みなどせぬはずだ。まあまあ盗みというか、もともとこれ私子孫のものですからね。340魔法の鍵、不思議な木の実、素早さの種。あ、いやいやいや、ちょ待て待て待て、不思議な木の実使うと素早さの種。いやでもこれね、スーファミだからうまくいってるんですよね。ファミコンだったらこううまくはいってないと思いますね。 OK。キメラの翼いらんな、使わんな。これ太陽の石じゃあ取っちゃいましょうかね。それで今回の動画は終了という感じでね、回復してくれるかなこいつが。それでここの右側から行けたのかな。あれ？あ、ちゃうな。あれ、ちょっと待って。やべえ。あれ、上から、あ、こっちか。左か。こっちっすかね。え、違う。え、あれ？あれ？ほらね、こういうことなんですよね。人間の記憶。もう鍵戻っちゃったし、ちょっともったいないっすよね。開けたくないな、できれば。あーでも開けないとダメか。まあちょっと24ゴールドを無駄するかもしれないですけれども、ぐるって回ってあの水のところに確か階段があるんですよね。ちょっと待って、一つ持てるよね。鍵買ってあげて、鋼の剣変えるな。よし、いけた。こいつがね、ちょっと邪魔してるようなね、感じが。よし、あったー。おお、ティッシュよ。お前知ってんのかい。わしには分かっておった。いずれ道との血を引く若者がここを訪れることを。この宝箱には昔勇者ロートから預かった太陽の石が入っておる。そなたが竜王を倒すために必要なものじゃ。さ、宝箱を開けるがよい。おお、なるほどね。竜王に取られないためにここに置いてあるのかな。おお、ありがとうございます。おお、こういうの嬉しいね。これ太陽の石か。ちょっと光ってんな。おい、びっくりした。こいついきなり閉じ込みやがって。テッシーよ、そなたがこの地に再び光をもたらすことをわしは信じておるぞ。え、さて長い間太陽の石を見守るぞ。疲れたわい。あ、びっくりした。なんかよ、消えるのかと思った。わしに太陽の石を預けに来た勇者ロトの姿は今でも覚えておる。はっきり覚えておる。そなたには確かに勇者ロトの面影が。この地に再び平和を頼んだぞよ、弟子よ。もう一回話す。
もう一回話すっていう。なるほどね。いや、ドラクエ11もそのロトだったじゃないですか。結局っていうとあれですけど、松明だな。それプレイしてからやってるんで、なんか感慨深いですよね。面影がって。ドラクエ11の主人公が一番最初じゃではないな。ドラクエ3のあの主人公ですよね。あれが一番やっぱり元々だったと。だから順番で言ったら3、はどういうこと ?3? あれ、ちょ待って、わかんなくなってきた。3部作の場合だけだと3-1-2ですよね。っていえば11はどこに含まれるんですかね、あれ。3より前、あ、3より前か。3より前っすよね。でもその11の中のあの主人公は3の主人公っすよね。っていうことで合ってますかね、時系列的に。で最後11のエンディングが、エンディング、その11の物語の本を締めたやつが言ってたから、3のセリフをね。はい、ちょ最後よく分かんなくなっちゃいましたけれども、無事ね、無事じゃないけど無事銀の盾ごとを手に入れましたので、次回はこの銀の盾ごとをとりあえずあの前田の北西の祠の人にあげて、雨雲のなんたらを、つえか、雨雲を手に入れたいと思います。では、次回もよろしくお願いいたします。てっしーでした。失礼いたします。